今年最後の散財ということで、この今見えているウッドストーブ買ってみました。金額にすればね、これ2000円もしないものになりますね。あのユーラーのウッドストーブですね。こちらがねスノーピークのパーソナルクッカーになるんですけども、これぴったりなんですよ。あまりぴったりだとこれねくっついちゃうんですよね。これね、このすすがピタッとくっついちゃって、で結局ね外れなくなるっていうことが、起きました。ですので今度からここに対応がまあ必要かなというふうに思いました。今年はですね YouTube 活動、そこそこ動画上げられて、で皆さんにね見ていただいて、とても感謝しています。また来年に関してもこのままベスパ動画っていうんですかね、キャンプしたりツーリングしたり、ラーツーしたり、そういった動画が中心になるとは思うんですけども、できるだけ上げていきますので見ていただければなというふうに思います。ここ最近の出来事なんですけども、私ですね年甲斐もなくですね自分の母親と喧嘩をしてしまってですね、その喧嘩をした理由なんですけども、年を取ってくるとこう愚痴るようなことが多くなってくるんですよね。うちの母親に限ってはなんですけども、あの人はどうだとか、私の姉がいるんですけどもね、姉の旦那はどうだとか、で弟もいるんですけども弟の嫁はどうだとか、特定の人を名指してそのいろいろ愚痴るわけですよ、文句を言うわけですよ、誹謗中傷、そういったものはねやっぱりいけない。その言葉っていうのはものすごくその力がある。人を病気にでも何にでもさせてしまう、時には命すら奪ってしまう。この間はですね、そういうふうな話が出たんで、思うのは自分の勝手だけどもそれを言っちゃいけないっていうふうな話をしたら、本人も分かっているからこそ頭に来ちゃったんでしょうね。もう急にもうブチッて電話切って、でそれっきりっていう形になってます。やはり言霊ってあると思うんですよね。言霊っていうのは絶対必ず自分のところに返ってくるんじゃないかなというふうに思います。言葉っていうのは気をつけなくちゃいけないんだなというふうに思うように自分もなりました。